今夜は今年最後の満月です。見えるエリアはどうなっていくでしょうか。山口さん、今日の夜にこう晴れる地域も気になるんですけれども、はい、いかがでしょうか。はい、関東から西のエリアは、ね、はい、広く見えるんじゃないかなというふうに思います。というのは、ね、天気図をご覧ください。これは今夜9時の予想天気図でして、はい、まあ、大陸の高気圧どん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 西日本あるいは東日本方面にこう張り出してくるんですね。まだね、北陸以北日本海側については、まあ、海からの風が入ってこう雲が多め、ところどころ雨や雪が降るっていうのがあるんですけれども、はい、まあ、関東以西、太平洋側中心に晴れるところ多いです。ただし沖縄エリアは同じく、ね、高気圧の周りを回る湿った空気の影響を受ける見込みでして、はい、こう曇りとほうなりそうなんですけれども、その、ね、満月が見えるか見えないか、その地図で表した図こちらになります。はい、ご覧の通り、まあ、オレンジで表現されているところはもうバッチリ見えるであろうといったところでして、まあ、かなり、ね、広い範囲に及びます。ただし、まあ、北陸以北ですとか、南西諸島についてはちょっとこう雲の向こうに、まあ、お月様とこういったところが多くなりそうでして、はい、見えるチャンスは、ね、ちょっと低くなるのではないかと見られます。はい、わかりました。満月を眺めるときは暖かい服装が必須ですね。もうそのとにかく、ね、晴れているところは、ね、本当放射冷却これ顕著に効いていきますから、この晴れていても、ね、やはり、ね、寒さはかなり増すということになりそうですね。はい、詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧ください。